11月、10日、これ、まあ、国会が始まりました。日本の国会は、まあ、自民党、の一強という形で、始まったわけですけども、11月の10日に、希望の党の共同代表選挙っていうのが行われます。共同代表選挙っていうのはご承知通り、小池百合子さんと、まあ、もう一人の、共同代表は誰かっていうことなんですけども、この間ちょっと旧、民進党でですね、希望の党には行かなかったっていう、まあ、前国会議員ですね、あるいはその、立憲民主党に行った長妻昭さんとかですね、ああいう人たちとちょっと深い話をしてきました。その中でですね、ちょっと面白かったのは、まずもう野党勢力はですね、もうこの今後10年やはり立ち上がれないんじゃないかっていうですね、そういう話をしておりました。彼らも今回まあ、その、ある議員による、前議員によると、立憲民主、希望の党、それと無所属、まあ、本当どっちか三択、三つのうち一つ選べみたいなんですね。まあ、地獄の選択みたいなことを迫られたということでですね。まあ、それも、大きいんですけども、立憲民主勝った勝ったって言われてますけども、実際にはですね、まあ、それほど勝ててないと。まあ、っていうのが、もっと、実は今回、立憲民主党希望の党を足すと105議席だったんですけども、まあ、長妻昭さんによると、実はもっと言ってたと。で、自分たち130は民進党のまま戦えば言ってたんだっていう話をしておられました。本当かなと思って、私もちょっとこれはもう、私も政治ジャーナリストではっきり言いましたけど、130は無理です。無理でした。で、それ無理なのに、行ったって言っちゃうところが、まあ、ちょっと立憲民主党らしいなと思うんですけども、まあ、いずれにしろその立憲民主党は、ね、どういう状況になるかと言いますとですね、まず盛りかけはどんどんやると。まあ、本当国会の質問時間が今問題になってますけども、議席のですね、大分にすると。そうすると民進党、だけではなくて希望の党もですね、立憲民主党もどんどん少なくなってくるわけですね。これはまあ、私はだから民主主義の原則としては当然だと思うんですけども、これはですね、実は私が記憶している限りは、一番初めはですね、竹下内閣の頃からですね、どうも野党側に、当時社会党だったんですけども、質問時間を議席割よりも増やすということをやってたっていうことを聞いたことがあります。で、その後ですね、民主党政権になって、まあ、野党がですね、自民党になって、で、それで民主党が与党になったっていうことがありましたんで、これをその自民党に増やせっていうことを言ったんですけども、自民党にはさほど実は増やしてなかった。まあ、いわゆるその旧来型の左翼、政党である、社会党、民主党ですね。で、自民党が与党だった時代に、社会党に対して、あるいは、民主党に対して質問時間をサービスで増やしていったと。まあ、国対委員長とか、議員委員長レベルで決まっていったっていう話なんですけど、もうそうすると民主党政権の野党の質問時間がやたらと増えてしまったっていうのが、私が知る経緯であります。そういうことがあって、まあ、ちょっと余談になって申し訳なかったんですけども、ご質問がありましたので、いずれにしろその、盛りかけをどんどんやって追求していくと。まあ、要はそういうスキャンダルもやると。いうふうに言っておりましたんで、まともな政策議論よりも、盛りかけ問題を我々はずっと聞かされるということになるのは間違いありません。くだらないですね。
これで、それとですね、やっぱり立憲民主党自体がですね、山尾、しおりさんっていう方がいらっしゃいますけど、この人をどういう扱いにするのかっていうのをちょっと聞いてみました。まあ山尾さんは今回10万票を超える得票数で、無所属で勝ち上がってきて立憲民主党に入るということなんですけども、今の立憲民主党は、どちらかというと、もう、キャリアを重視するっていうことだったんですね。具体的にはどういうことかというと、例えばですけども、四天王と言われてますが、枝野幸男さん、辻元清美さん、福山さんですね、なんか、中国との関係が濃いと言われてる福山さん、参議院。それと、あとは、長妻明さんっていうですね、その4人、その4人をその幹部にしていくという話なんで、山尾さんについてはどんどん外されていくという、そういうお話になってました。山尾さんは、今回、自分の、疑惑、不倫相手だっていう疑惑のある方を、自分の事務所の法律顧問にしたっていう報道が出てますけども、なぜああいうことをやるかというと、党内では、ね、しばらくは受け入れられないからだと。ちょっと外されてしまうから、ああいうちょっと過激なことをやってみようと思ったんじゃないかと推測されます。それと、あとすいません、大事な話を忘れてました。これ共同代表っていう話に戻りますけども、共同代表で前回私、渡辺修さんが出て、おそらく推薦人確保して、出馬するだろうというお話しましたけども、これちょっと8人なんですが、8人推薦人集められずに、今回無理だったと。今回玉木雄一郎さんとですね、大串博さんっていう、この2人の戦いになってるんですけども、ちょうどこの、収録を終えた後ですけども、10日にもう結果が出てると、11日になると思いますんで、結果が出てると思うんですけども、いずれにしても、どちらもですね、実は9条、改正に反対と、自民党の案には反対ということで、希望の党もですね、結局その安全保障、憲法関係については、また、いつまで経っても反対の、代表がついてしまう。そういう事態にどうもなりそうです。大変残念なんですが、最初に言った、むしろ、今回出馬できなかった、という、民進党議員によると、野党議員、野党は10年きついと。いうことなんでですね。これを信じればですね、あと3年、安倍総理がやって、その7年をですね、誰が総理やんのっていう話の方が、より今後、政治に関しては面白くなってくると思います。いずれにしても、今後、国会が始まりますんで、その時に、その野党側がどういう混乱を起こしてですね、盛りかけ問題以上のことをどういうふうにやるのか、それがまさに焦点になってくると思います。旧大前とした、左翼リベラル陣営は、今後、衰退していくのは、間違いありません。それでは、今日はちょっと、話が脱線しましたけども、あと、質問をちょっと読み上げてみます。さっきのちょっと盛りかけ問題いつまでやるんですかっていう話と、公明党共産党についてっていうのがございましたんで、すいません。その前に、小沢一郎さんが決めたという話ですが、その国会の質問時間が野党がやたらと多くなってしまった理由ですね。で、これはですね、先ほど申し上げたように、竹下登さんの時にやって、旧来の竹下派、旧形成会っていうのは、小沢さんも入ってたわけなんですけども、で、小沢さんが、まだ自民党にいた頃にですね、野党にどんどん、質問時間を増やしたっていうのの名残でありましてですね、民主党ができてからっていうことでは、あまりないっていうことですね。ただ、先ほど申し上げた通り、民主党になってから増えてますんで、これは、
どんどん国会質問すると、あるいは質問収書を作るとですね、出世をするという民主党のシステムによるところが大きいと、という答えを、したいと思います。それと公明党共産党について、最近公明党と共産党のポスターを並べて貼ってある家を何軒か 見かけるんですが、あれはやっぱり婦人部が共産党を知ってる家なんでしょうかと。婦人部っていうのは創価学会の婦人部っていうことですね。この家を並べて貼ってあるのはですね、いわゆる昔から民教協定っていうのがあって、公共協定っていうのがあってですね、創価協定ですね。創価学会と共産党の、人が時々仲良くなるケースがありまして、婦人部同士で、お付き合いしているケースもありますし、またはですね、お隣同士で、平和に対して話し合ってるうちに、いつの間にか創価学会の人が、共産党を審判になってしまったというケースもあります。ちょっと個別に、よくわからないところがあるんですけども、おそらくその家族同士でですね、仲良くなった。あるいはその家でですね、共産党の人と、学会員の家だったら、共産党の人と仲良くなってしまったということが考えられます。いずれにしてもその創価協定っていうのは、今のところ現時点ではもうありえない話になってきましたので、これがもしどんどん広がるとすればですね、公明党が与党から降りてですね、他の希望の党とかですね、日本維新の会とか、そういった野党が入るとき、それで公明党が、分むくれてですね、与党から降りるというときに、こういうことが起こり得ると思うんですけども、今のところはですね、それがないと言えますんで、こういう家はそんなに増えないでしょう。ということで、私の方からはそうお答えさせていただきたいと思います。ご質問まで、今回も、いろんなご質問をお寄せいただいていますけども、次回も質問をお寄せ、どうぞよろしくお寄せいただければと思います。本日もどうもありがとうございました。